3ヶ月のミックス犬ナナちゃん、幼稚園1回目の登園の様子を紹介していきます。お友達が大好きで、早速おてんばにみんなと遊んでいます。トイプードルのトム君が一番の遊び相手のようです。ボールの取り合いっこは意外と控えめで、先輩に譲ってますね。そしてハウスに自ら入れるように練習をしています。フードをどんどんハウスの中に投げ入れて、自ら入れるようになったら扉を閉めて、でもすぐにまた開けてご飯をあげて、これを何度も繰り返しています。ハウスが大好きになったら次の練習です。お座り、待て。お座りがキープできたら、どんどんご褒美を追加してあげているところです。落ち着いてお座り待てできていますね。次は床にフードが置いてあって興奮してしまいがちな状況でも待てをする練習になります。この時盗まれないように気をつけていきましょう。よしを言う前には、必ずアイコンタクトを取るということを確実にやっていきましょう。そうすると、何かしてもいいっていう時にお伺いを立てて目を合わせてくれるようになっていきます。そしてマグネットの確認ですね。くるんと反対、上手にできています。トレーニングの後はご褒美としてお遊びタイムになります。子犬ちゃんは長くトレーニングをすることが苦手なので、トレーニング、遊ぶ、ハウスで休憩、トレーニング、遊ぶ、ハウスで休憩、このルーティーンを繰り返していくのが理想になります。2回目のワクチンが終わって1週間程度経ったら、綺麗な道路を歩く練習をしていきましょう。他のワンちゃんの排泄物を踏まないように気をつけてあげてください。ナナちゃんはすごく歩けるワンちゃんだったので、前に出過ぎないようにということで、左足の横の位置でお座りができたらご褒美、これを繰り返しているところです。アイコンタクトもしっかりとって、こちらにずっと注目して歩いてくれました。犬のしつけパピーラブの幼稚園、気になる方はご連絡お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくね。